さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、ガレージバンドで、5分間のストレッチの曲を作るというこのプロジェクト。現在は、打楽器を入れております。1個ずつ入れております。今回はですね、ハイハットを入れていきたいと思います。ハイハットは、あ、これですね。はい。これを1、2とこう、2拍目と、2拍目と、3拍目じゃない、4拍目に入れていきたいと思います。はい。じゃあこれをコピーして、はい。ここから、ペーストですね。はい。ペースト、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 はい。ここまでやったところで、おっと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 。ここまでやったところで、これをちょっと縮めまして、ここが1回目の終了音出すところなんで、これ1個入れといて、あともう1個が、ここですね。はい。ここにも入れます。はい。はい。で、これは、ここまで伸ばします。はい、できました。じゃあ、これでですね、ちょっと、47から確か入れたと思うんで、その8個手前の、そうですね、ライドシンバルが鳴るところから聞いてみたいと思います。はい、いいですかね。はい、はい、じゃあ、いきます。こんな感じですね。はい。じゃあ、これで OK にしたいと思います。ではですね、次回はですね、クラッシュシンバルを入れていきたいと思います。はい。あと、ギターがちょっとちっちゃいんで、ギター今、大きくしとこう。9、マイナス3までいきます。はい。はい。これでいきたいと思います。では、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。